稲川町、稲川町は、兵庫県南東部に位置する町である。川辺郡に唯一現存する自治体、阪神北県民局管轄区域。関西、西日本のターミナル駅である、大阪駅、梅田駅から、直線距離で 25km と比較的近距離にありながら、古くからの集落に近い里山の森林や、田園風景を中心とする、豊かな環境を有する。 長南部は、兵庫県川西市から続く、兵庫県内有数の盆地の一つである、ただ盆地の一部を形成している。国の史跡に指定されている、ただ銀銅山が所在する、豊臣秀吉の財宝が埋まっているという説がある。この財宝の埋蔵量は、全国一であるほど莫大とされ、全国三大埋蔵金の一つ。 町ではこの銀山地区を観光地として整備していく方針で、歴史街道として整備が進められている。北部は自然が多く残り、ホタルやオ山サンショウウオ、モリアオガイルが生息している。また、町内で最も標高の高い大屋山の王のアルプスランドには、稲川天文台アストロアがあり、気軽に天体観測を楽しむことができる。さらに、北部には、 関西地区でも有名な稲川霊園や、レーシングカートや、ミニバイクのサーキット場である、稲川サーキットなどがあり、休日ともなると、多くの人が訪れている。マスコットキャラクターは、イノシシの子供をモチーフにした、稲棒である。稲川町南部地区には大規模、ニュータウンである阪急日生ニュータウン、稲川パークタウン、ツツジが、他の3つがある。 この三つのニュータウン地区には2017年、平成29年8月末で23,833人が住んでおり、稲川町民全体の75.64%を占める町民が生活を営んでいる中心的市街地となっている。この他にも町内には稲川台、稲川草園、朝日丘などの中規模の住宅団地が点在している。 さらに将来的には日清ニュータウン二次開発や産業団地や福祉施設などを含む眼科はコミュニティタウンが町の総合計画には盛り込まれている日清ニュータウン二次開発については町と開発業者との間で協議が持たれているがかなり厳しい見通しとのことである北半神、北節地区の住宅地としてさらに発展が見込まれているベッドタウンであるといえる 事実、ここ数年、人口増加率は年2%台を維持し、兵庫県内の首位を独創中である。なお、2005年から2006年4月の人口増加率は5.7%を達成。また、全国的に過疎化が進行中の軍部としての人口増加率も稲川町は全国トップクラスに位置しており、稲川町の姿を特徴づけている。 ただし、2015年の国勢調査では、前回調査に比べて、人口減に転じている。大阪市への通勤率は18.1%、川西市への通勤率は13.9%、いずれも平成22年国勢調査。兵庫県内の宝塚市、川西市、伊丹市との三市一町の合併を検討する、合併協議会があったが、解散した。ただし、 消防署員の交流などの連携は解散後も継続している。これは人口増加傾向にある稲川町が独立採算で町の運営をやっていけることを案に示しており、全国的にも軍部としては得意なことである。以前は日本工業の銀山があった。鉱山跡は整備され、ただ銀銅山悠久の館として観光地となっている。 指定金融機関、池田先週銀行、平成二十二年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると五五点七パーセント増の三万千七百四十八人であり、増減率は県下四十一市町中首位、四十九行政区域中二位。二千年のデータでは県内で女性も男性も平均寿命が一位、女性の平均寿命が 沖縄県富城村、現、富城市、89.2歳、2位の北中城村、88.5歳、に次ぐ、全国第3位を記録。さらに2008年4月24日発表の結果によると、女性の平均寿命全国2位。男女とも、兵庫県では1位。2012年。 平成24年4月1日の時点で、すべての小中学校校舎において耐震化が完了している。出店。出店。出店。日清中央駅は、町内で唯一の駅であり、日清線の終着駅でもある。1975年、昭和50年に、 阪急日清ニュータウンの入居が開始されてから3年後の1978年、昭和53年に開通した。開通当初は日清中央から山下駅までの往復の運行ダイヤであり、車両も2両編成であった。野生電鉄業建設には山下駅で乗り換えが必要であり、梅田などの都心方面へは乗り換えを最低に回用していた。 1997年、平成9年11月17日からは、阪急宝塚本線を梅田駅に直通する、日清エクスプレスが運行されるようになった。名称は、日清中央駅及び阪急日清ニュータウンに、ちなんだものであり、2014年、平成26年に1月現在は、平日朝夕のラッシュ時に名の往復運行されている。梅田駅からの所要時間は、 最速列車で40分であり、梅田駅に直通する唯一の種別でもある。パークタウン、つつじが、丘の住民は主にバスで、川岸の瀬口まで行く。所要時間、20分から30分、運賃280円から330円。町内を、阪急バスが運行している。阪急バス、稲川営業所が存在する。また、同じく、阪急バスが運行する。 町内バス、暮れ合いバスもある。日清中央駅から川西バスターミナルを阪球バスが結んでいる路線が主である。パークタウンにおいては朝ラ主時には、急行、快速、準急便などが走っており、若葉地区7系統と白金地区8系統はそれぞれ独立した便が走っている。ユーラ主事は若葉白金と同じ6系統である。このか、 大阪梅田新阪急ホテルから、平日の深夜1時に阪急バスのパークタウン、日清中央行き深夜バスが運行。深夜の都心から稲川町内への足となっている。また、阪急川西の瀬口駅の川西バスターミナルからは、深夜0時第2日本の深夜バスが、稲川町内の筒子が丘、パークタウン日清中央方面に運行されており、深夜の帰宅を対応している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。